にちは。こんにちは。立東調教編集担当の牟田です。立東の調教兼編集担当の酒井です。はい。今週は、小倉記念の予想を二人でやりたいと思います、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。まあ、小倉記念ね、もう夏の、まあ、名物レースの一つかなと思いますけども、早くも55回。はい。まあ、サマー2000シリーズの、はい、まあ、これでもう3戦目ね。もう夏も、なんか、半ばす。ね。小倉まだ2週目ですけどね、うん、もう結構もう夏ね、半分ぐらい確かに過ぎたかなというか、ね、ね、うん。はい。で、まあ、例年、まあ、こう荒れることもね、多い、ハンデ戦ですけども、はい、まあ予想の方はね、まず私から言いますよ。本命ね、はい、アイストームにしました。あ、前走、まだオープン走ったこともない。うん、そうなんですよね、はい。まあそこがやっぱり一番のポイントかなと、うん、今回ね、はい、なるかなと思うんですけども、ここ2走のレースがね、うん、非常に強い。で、東京の、この時はまだ今2勝クラス、まあ1000万、はい、勝った時もね、はい、まあペースすごく遅かったのに、なんか後ろから行ってるけど、もう余裕たっぷりでね、うん、追い出しを待つタイミングを、ね、測ってて、まあそれでなおかつ、この超高速上がりでさっと抜け出して、うん、これはなんか一皮むけたかなと思ったら前走も、はい、まあこの時はペースが速かったんですけども、この時もね、竹木衆もゆっくり構えてこう、すごく自信を持って乗ってるなという感じでした。うん、で、まあ、この時もね、追い出すタイミング待って追い出して、まあ一気に抜け出して、まあ最後ワイプティアーズに詰められましたけども、うん、内容的には完勝。やっぱね、こう、なんか馬がね、変わってきたんじゃないかなという印象を受けたんでね。うん。うん、体重増えてるあたりもやっぱそういうところですよね。うん、なんか馬がしっかりしてっていう話が、ね、はい、出てましたから。やっとこうね、素質の良さを発揮できるようになってきたかなと思いました。うん、ただまあ、やっぱりね、今回は小回りなので、うん、まあ、どっちかというと小回り向きではないかなというイメージなんですけども、うん、まあ、前走ぐらいね、でもこう、ここ2走ぐらいのね、うん、足があれば、小回りでも、でも届くんじゃないかな、という期待を込めて本命にしました。うん、はい。ハンデどうする ?54 キロ。うん。まあ、正直55かなと思ってたんですけどね。ああ、じゃあむしろ。むしろ、ちょっとでも減る分にはね、良、うん、かったかな。まあ、ね、一応、昇級なんでね、やっぱり54というのが、まあ、数字的には妥当なんかなという、はい、思いました。はい。はい、で、酒井は?もう素直にメールドグラス。うん、もう年明けてからまだ今のところ1個も勝って、はい、負けてない。負けてないね。うん、まあ、ハンデのこの 57.5 っていうのだけがね、ちょっと心配ではあるんですよね。まあ、全然その新潟大賞典、まあ、その時はね、まだ言っても条件戦勝ったばっかり。まあ、54キロ。まあ、これで妥当だったかなと思うんですけど。やっぱね、56から 7.5 まで増えるうちも結構大きい。確かに。このレース自体、まあ、このレースに限らず重賞全部そうですけど、うん、なんだろう、57.5 キロに増える極端にその 1.5キロ、1キロじゃなくて 1.5 キロ増えるとやっぱ極端に成績でちょっと落ちるんで、うん、その点だけちょっと心配かなとは思ってるんですけど、ただまあ前回にしても、はい、まあ着差はあれですけどね、うん、通ったところが他の馬とも関係出してるんで、ね、まあ、うん、能力、その力つけてるっていう点ではすごくあると思うんで。うん、確かに。うん、まあ、あとは他との筋量差がどうかですよね。さっきのアイスストームとか 3.5 キロありますし。ただ、その小回りの2000メートルっていう部分の適正。適正、ね。うん。っていう点では、まあ、このまま自身小倉でも勝ってる、助かってますから。はい、勝って適正の部分でうまくこう、いけないかなと思ってるんですけどね。まあ、だから自分との戦いだと思いますね。はい、確かに。まあ、力つけて決め手に磨きがかかったけれども、うん、まあ、レースもね、やっぱり操作性が良くて、ね、まあ、鞍上の思い通りに運べるという点がね、やっぱりこの、まあ、利点でもあるので、まあ、そういう点も活かせればね、やっぱこの馬にもチャンスあるかな。まあ、これね、前、本命対抗迷って、こっちを対抗にした次第で、うん、はい。はい。その次あたりとなるとどうしますか、うん、アイスバブル。アイスバブル。うん。今してみましたけど、まあ、この前走の目黒記念は、ダービーと同じ日、超高速決着で前が残るケースが多かったけども、うん、このレースはね、後ろから来た2頭で、で、まあ、その勝ったルックトワイスは、うん、もうあの時ね、レーン騎手が、はい、乗ってて、うん、まあ、さすがだなと思ったんですけど、まあ、2頭ともね、珍しく後ろから来るような展開で、2着にな、うん、まあ、1着、2着だったわけなんですけど、まあ、アイスバブルもね、本当にレース、見てたら力をつけてるかなという印象を受けました。まあ、で、この馬も結構基本的には、
レース、まあ、立ち回りが上手といいますかね、小倉でも、量跡があるので、はい、まあ、そんなに、ね、コース形態とか心配、距離も心配せずに、このまま上位に来れるかなという見立てで3番手にしました。僕も2番手評価ですけど、うん、時計で走れるなら、小倉の2000でも行けるかな、というふうな、ね。確かに。ね、2分28秒4って何メートルかな、というか ね。このままの時計でも、もともとのレコード1秒3ぐらい、ね、詰めてるんで、うん、スピード勝負で小倉で走れるんであれば、うんうん、まあ、いい枠もね、引けたんで。引けたよね、確かに。はい、いいとこあるかなと思うんですけど、うん、はい、小倉っていう意味では、ですから小倉大賞って2着のタミオ・フランケルとか、うん。そうね。これね、ざっと見ると、こう、展開的に、これといったね、うん、逃げ馬がいないので、やっぱ、まあ、今回に関しては、谷尾フランケルね、逃げて自分のリズムで走れるかなという感じがね、するので、まあ、これをね、4番手に展開的な面を重視して、4番手にしました。はい、まあ、七夕賞はちょっとね、早いペースで、うん、そうですね、ついていって、ね、ちょっと頑張れなかったけど、小倉がね、相性良くて、今回は展開にも見込めるということで、うん、これがまあ、ちょっと怖いんじゃないかなと思って、4番手にしました。はい。距離、まあ、2000やったらまだ走り早いんですかね。ですね。全然問題はないと思います。ね。はい。その他どうですか？なんか気になるところ。あとね、順番、的に言うとカデナ、カデナ、ああ、函館帰りですね。ね、まあ、ここ2回、うん、まあ、最後ね、きっちり足使ってるから、まあ、一時期のこう、不振は出したかなと、うん、そうですね、いう感じを受けたので、まあ、これにしてみましたけど、うん、まあ、ちょっとでも展開がね、やっぱ後ろからね、からね、鍵になるかなと。まあ、でも、ここ2走小回りでそこそこ、足は使ってたね。カデナ大好き、ニワトラックマンが、うん、函館で馬見てる、この友恵賞の時に、うん、見てた時に、うん、水晶場というかね、一人ごとの。ごめんなさい、ごめんなさい。まあ、ずっと硬い硬いって言われてたけど、うん、それがだいぶマシになってる。なるほど。競馬行った時にね。うん、なってるので、うん、はい、向こうで。そこがやっぱり成績上がってくるのもあるかな。なるほどね。はいはい。ちょっと確かに悪い時にね、ちょっと模様が、ちょっと硬いかなという時もあったね。なるほど。そこそこ、うん。そういうのもある。だいぶほぐれてきたかなと。うん、あとはね、この小倉が得意なストロングタイタン。はい、ね、一応参照しているのと、まあ一応前目で競馬できるのと、ただ暑さがちょっとあまり良くない、ね、なね、かなと、ね、かね、そういうところがちょっと気になるけど、うん、まあ展開的には前に行けて、まあ小倉も得意なんで、一応注意しとこうかなと。はい。はい、あとはでもノーブルマーズも。そうですね。ね、前回のその7年の時のね、うん、メールドグラスと、まあ、筋量差がね、今度 1.5 キロできるんで、ね、もともとこの馬久々があんまり良くない。いや、良くないね。あの時は休み明けだったんで、2回叩いて、はい、まあ、もともとこの馬自身の、その成績良くなるタイミングが叩いて、3走目か4走目かぐらいですね。じゃあバッチリ、だいたいハマってる。はい、もう前回はね、もう G1 で58キロで、だいぶメンバー、構成と筋量ってすごい楽なんですね。筋量が、なるほどね。うん。まあ、あとどの辺で競馬できるかっていうのと、はい。確かに。そんな時計勝負になった時にどうなのか、なんか時計かかった方がいいイメージがね、あるんで、はい、確かに。そこだけどうかなと思いますけど、まあ、状況としてはかなりここ2走に比べたらいいと思う。条件はね、好転してるということですね。そうですね。枠順も真ん中ぐらいだから、そうですね。まあ、立ち回りやすい枠は引けたんじゃないかと思いますね。あとはなんか気になる。そうですね。まあ、バッテンつけたんですけど、アウトライアーズと、うん、まあ、栗の山との、まあ、馬自身、まあね、前回の、まあ、七夕賞に関しては、まあ、アウトライアーズは、まあ、割と展開向いた側の馬でしたけれども、まあ、伊藤ともそうなんですけど、メールドグラスもそうなんですけど、うん、小倉記念って意外と新潟大賞典で走った組が上に来るんですよ。なるほど。これがね、また、まあ、なんでなのか、はいはいはい、まあ、同じように平坦で、とても早くなるやつなレースだからリンクするのかもしれないですけど、新潟大賞典に出てた馬が、夏の小倉記念に出てくると、そこの出走馬の中から、1頭が馬券絡むのが出てくる。今回はじゃあ3頭。3頭。まあ、パターンとしてはもう4歳馬がほとんどその、で、メールドグラスが一番、自分としてはいいんですけど、まあ、もしまあデータ的に、そういう穴を狙いに行くなら、アウトライアーズと、クリナヤマともちょっと抑えてもらってほしいかなと。まあね、どっちもまあアウトライアーズなんか関東馬ですけど、この馬にしてもクリナヤマともにしても、一応小倉で勝ってる。勝ってる。なるほどね。条件としてはちょっと面白いところあるかな。予想的には、消去法から出て入るんですけど、うん、もうそのアウトライアーズも栗の山と も消せずに、どうしようか、ああ、ね、アウトライアーズね。足りるかどうかギリギリのところ。まあ、基本的に紛れればね、絡んできても全然おかしくない力はあるのね。うん、この辺は確かに難しいところだよね。うん、人気がなければ、
ちょっと馬券は、ちょっと抑えてしても、ね、少し抑えてね、馬連とか、まあ、ワイド3連単の紐あたり。まだね、うん、ちょっと面白い。そういうのがあるかもね。はい。さあ、馬券どう買いましょう。馬券はね、まあ、本命の、はい、アイズストームから、うん、馬連と、はい、まあ、3連単と言いたいところですけども、やはり紛れがあるので、うん、まあ、3連複の方がね、点数はいっぱい拾えそうなので、まあ、一応3連複で行ってみようかなと、はい、馬券的には思ってます。はい、もうニルドグラスからなので、うん、もうこれも点数絞らないとね、うん、しょうがないので、ね、まあ確かに、まあ、5連勝というところを一応目論んで、うんね、もう 連で買うならもう3連単1着固定ですかね、はい、もうここから、まあ、3連単なりまたなりの1着固定 で、うん、で相手をまあまあ絞っていきたいんですけども、うん、まあ、点数絞ってちょっと穴目いくんならさっき話したアウトライアーと栗の山との、うん、ここ相手に馬単とちょっとワイド2点あうん、なるほど。ちょっと抑えてみたい。ワイドでもね、それなりの。この2となら、ちょっと配当あるかな。うん。はい、思います。わかりました。まあちょっと展開がね、うん、あんまり、じゃ遅くなる可能性があるので。谷のフランケルがどれくらいのペースで引っ張ってくるか。ね、あんまりね、良い度には多分したいまではないので。そうするの逃げにはね、うん、まあ確かに構想するときはね、はい、あまり抑えすぎずに。後ろに足使わせながらっていうタイプとか、ワイド流れてくれるんじゃないかなとは思ってますけど。なるほど。はい。はい、まあなんとかね当てて、はい、ね、夏いい夏過ごせるように頑張りたいと思います。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。コンビニスーパーで競馬ブックプリント。